横田国臣から1923年2月24日は、明治、大正時代の司法官僚、法律家。法学博士。司法次官、検事総長、大院委員長等歴任。法天調査会第三部長。和仏法律学校校長。伊外君等は、正に、君一等。位は男爵。 ヒ前島原藩士、横田宗夫の長男として、武前国宇佐軍辻村に生まれる。1865年、北の寛義園に入塾し、漢学などの各種学問を学ぶが、同期に清浦慶吾がおり、横田は清浦の力添えも得ながら出世していくことになる。中津市学校を経て、1872年に上京し、数え年23歳で、 慶応義塾に入学し、1873年に、清浦の圧戦で、埼玉県の市範学校教諭となった。1875年に辞職して、慶応義塾に再入学。その後、1876年に、司法省に出資してからは、検事、司法省書機関と昇進し、1886年に司法官の一員として、ドイツに留学。 一人だけ完備での留学延長が認められ、5年間の留学の後、1891年に帰国した。翌1892年1月に、刑法改正審査委員会が司法省内に設置されると、横田は委員に任命され、翌月には委員長となり、以後刑法改正案の起草において、責任者として、中心的な役割を果たすことになる。また、 同年十一月には、当時司法時間となっていた清浦に抜擢されて、初代民警局長に就任し、刑法改正審査委員会のほか、民事訴訟法調査委員会、刑事訴訟法調査委員会も取り仕切った。横田は、法典論争においては実主団行派であったが、八百九十三年に、法典調査会が設置されると、主催委員に任命され、 民法典の編纂にも積極的に関わった。1896年10月には、第2次、松方内閣で司法大臣となった清浦の下で司法時間に昇進し、1898年1月には、公務の傍らは普通法律学校の校長にも就任した。第三次、伊藤内閣末期の1898年6月、高木豊造。 加田国乗りと組んで、春木義明、北畑春夫ら老朽司法官の到達を断行。一方、横田は、検事総長、高際、司法次官、加田は、大阪高祖委員長に就任したため、北畑らは行き通り、首相の大隈重信、法相の大東義哲を動かし、同年10月、横田は懲戒免官となった。ところが、 1> 第1次、大熊内閣は短命に終わり、官僚罰の第2次、山形内閣で、再び司法大臣となった清浦により、1899年3月、わずか半年で、懲戒処分を免ぜられて復職。後期法典調査会においては、第3部の部長に任ぜられ、引き続き刑法改正案の基礎責任者となった。 1904年には、検事総長に返り咲き、1906年には、大臣委員長まで上り詰めた。以後、1921年に定年退職するまで、約15年の長きにわたって、委員長を務め、歴代委員長の中で、最長在職期間を記録している。1921年に裁判所構成法の、 改正により判事定年制が導入されたのは、横田が自発的に退職しなかったためであると言われる。大物大大院委員長であった横田に引導を渡したのは原隆内閣であり、この法律は俗に横田退治法などと呼ばれた。1915年12月1日、男爵を除爵。ありがとうございます。